宇都宮発知る人ぞ知る油そばの名店の味をご家庭で堪能できる油そばの鉄人の油そば。おすすめは温玉油そば。調理は簡単。大きめの鍋にたっぷりの湯で6分間茹でる。踊る麺を楽しみつつお湯で具材とタレを温めておくとグッ。ザルでしっかり湯切りをして麺とタレを混ぜる混ぜる混ぜる。最後に具材をトッピングすればはい完成。鉄人がこだわり抜いたタレの絡んだもちもち中太麺をズズッとすすれば麺本来の香りが口の中に広がっていく。ここで味変。温玉をパカリ。とろりと出た黄身と麺を絡めてあげるとまろやかに。ボリュームたっぷりのチャーシューメンマも嬉しい。油そばのイメージが変わる。一度食べればハマること間違いなし。油そばの鉄人の油そば。楽天油そばの鉄人で検索。